どうも皆さんこんにちは。皆さんこんにちは、ダンサムです。今日はコアキーパーっていうね、抢先提案開始游戏加入游戏设置报告故障反馈意見退出っていうね、ゲームをやっていきます。よろしくお願いします。今これ日本語バージョン出てなくて、なんかタイ語、イングリッシュ、そしてチャイニーズっていうね、この3言語、ね、早期アクセス、アーリーアクセス。じゃあゲームスタート。世界を選択、ワールド選択ですね。世界、名前、名称、タカシゴット。目の色。目の色青でいくか。上着。上着はね、これグレーにする、グレー。ズボンは、ズボンもグレーで。背景？あ、なるほど。バックヤード？自分の、何これ、仕事？職業？炭鉱。一面の炭鉱である。どういうふうに効率的に地面や壁をね、掘ることができるかわかると。はい。で、掘りのスキルがプラス3。これ英語で見た方がわかりやすいかもしれん。うん。ちょっと変わるんだね、これ。戦士、プラス、近接がプラスで、銅の剣がプラス。これ、後で英語にしよう。ホック。すごっ。まあ、俺、ちょっと炭鉱にするわ。漁夫。魚釣りもあるんだね。遊牧民、何もなし。やば。探検家。小型の提灯を持ってると、ダッシュ技能がついてると。はーい。探検家。まあ、炭鉱でしょ。はい。いや、俺、探検家にしようかな。探検家にするわ。この世界の、この世界から離れた地方で、あなたは何名かの探検家とチームを組み、森の中を、通り抜けていった。森の中であるものを発見し、あなたは好奇心を得た。あなたはこの、異様なる物体に吸い込まれ、前に行き手を伸ばし取ろうとした瞬間にボーン、強力な光がお前を飲み込まれてボーン。これいきなり通訳翻訳大変だな、マジで。これ異物？アーティファクト？異世界に飛ばされるんかな、これ。チュイーン飛ばされた。これマルチプレイできるらしいからね。ただゲームの ID を入れて、他人が作ったワールドに入るらしいっす。このキャラクターさ、矢印、マウスがさ、向いてる方向にね、ある方向に向いてくれるって。Small lantern plus sun glow can be equipped in offhand. A weak light to be carried in the offhand. どういう意味ですか？え？これ持ってると違うんだ。オフハンドやから。え、これは？フードレーション？レーションって何やっけ？フェラーさんの方にはね、コックにしてもらうわ。うん、多分二人でやると思うんで。ムーンウォークやん。ちょっと待とう。あ、攻撃があるぞ。右、左クリックで攻撃だ。まっすぐ進むしかいいんだ。え、なに？すごい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 。あ、来た来た来た。すげえ、来た。攻撃できないんか。さあ、ブラ、俺何これ。ウッド、はい。アピースオブジャイアントウッドコレクターオールストラック。これね、俺多分チャイ語にした方が楽だわ。セッティング、チャイ語の方が分かりやすいわ。絶対そう。ムート、巨大な木の根っこだって。うん、やっと来た。ちょっと最初操作慣れないから難しいかもしれない。ね。これマウスのさ、この方角に向けて攻撃とかしたりするから。何持ってんのそれ。バケツ？鍋やん。え、コックにしたから。あ、取っちゃった。あ、コックにしたから。はい、返すよ。何？キノコ持ってんの？すげえ。俺は何もない。種。やべ、これ面白そう。ピッケル製作とかできるのかな？え、作ったんだけど！もう、あ、あげるわ！フェラーさん。待ってよ。木4ついるから、ちょっとこれあげるわ。どうやってあげるんだろう。あ、落とした落とした！ 1 個。ほら。見える？落としてるの。木の根っこ落とせないんかな？こうやって出して、落とした落とした！オッケー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 。おう！ちょっとタブを押してもらって。そう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 。あ、英語だったらクラフトやね。これ製作だね。基礎作業台。
トーチ。なるほど。ピッケルを持って、こうやってね。あ、なるほど。なんか見下ろし型のテラリアみたいな。マインクラフトプラステラリアみたいな、なんかそういうレビュー書いてあったので、いいっすね。よっしゃ、行こうぜ。行こう。俺、ランタン持ってるけど、え、ちょっと待ってよ。できた！うん、見て！ランタン光った。装備したら。え、これずっと俺持ってるってこと？落とせるんかな？あ、松明作った？ランタン返して、ランタン。タブを押してもらって。あだっす。え、俺にも松明一本ちょうだい。俺今、木全部あげちゃったから。これ何人までできるんやろ。おい、やった！行こう！すげえ。あれ、どうやって装備解除するんだ？こうか。あ、ほんまだ！グリグリだ！マウスと、右クリと左クリの、ね、このグリグリ。はい。いいね。木取っていくわ。待ってね。あ、これ壁も掘れるやん。嘘！え、そんな自由度高いの？ちょっと来て、ちょっと来て。え、すごい！松明持って欲しかったのに。鍋でやらんで、鍋で。すごい！え、すごいね、はい。そういうことは鍋耐久ないんか。え、それ掘れるの？やってみて。あ、ほんとだ、割れてる。耐久ないやつでやった方がいいって言うところだ。あ、ほんとだ。すげえ。あ、置けるね。すごいわ。わー、これマジテラリアとあれじゃん。どこ？光ってるとこって。左下光ってる。全然わかんねえ。マップ見てんの？あ、ほんまや、ほんまや、ほんまや。見えた。え、じゃあ行こっか。あれ消えた？光ってるところ。あ、あるわ、あるわ。同じとこ掘れる？あ、今さ、プラス1出た。え、じゃこれスキルあるってこと？え、もうここからスタートしたの？もう。それ何？海じゃないよね。気をつけてよ。もうスタートしてるってこと？これ。あ、水だ！落ちれない。置けるかな？あ、鉱石だ。え、マジでやばいね、これ。すごいね。あ、置けないな。無理無理無理。あ、無理だね。無理だ。どうしよう。橋作ろう。え、これ、え、これもうスタートしたん？先ほどじゃあ、どうぞ。先ほど作ってください、じゃあ。木あるの？え？作業でどうするの？作業で。いいか、オッケー。まだいいだ。まだ橋だ。すげえ。もう制作してくれた？オッケー。どうぞ。いや、渡れない。これ結構シビアだ。これ横にポーンっていけないんだな。木あげるわ。これ制作線は。木あげるわ。面白い。俺ランタンつけてんのに。あー、これ、あ、光やばいな。ね。めっちゃやばい光だわ。いけた。掘るか、じゃあ。どうぞ。すげえ。え、で、どうするん？これもうスタートしてるよね、もう。なんかチュートリアルも何もないんか、これ。もういきなりドン？あ、もうマジでいきなりドンか、この世界に来て。あ、よろしく。クラフト台よろしく。すげえ。すげえや。え？これ今地上なのか地下なのか。地下か。ずっと地下なんだ。あ、これ、クリック連打じゃなくて普通に長押しでいいんだ。一緒に降ろう。わかんない。何これ。あ、あ、あ、え？な、足遅くなった気がする。違う。うん。
テラリアっぽいな、確かに。あ、でも全然見やすいわ。面白いもんだって、これね。やべえ。あ、スライム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 。32くらいあったけど、何度かいける、何度かいける。オッケー、オッケー、オッケー。よーし、もう面白い。新しい道具。何この、これ何、地下、すげえな。おるよ、なんかおるよ。死んだ。ペラさんも死んだ。で、ここからスタートだ。最初のところからスタートや。で、物を全部持ってるからいいっすね。先ほど E で使います。宝箱。もう拠点決めてやるって感じか。銅がいるんだね。なるほど。なるほど。銅2つあるわ。うん。ここはどうぞ壊していいよ。すげえ。あ、もうピッケルなくなる。修理するんかな？なくなったピッケル修理する？耐久度。よろしく、作業台、ちょっと出してもらって。修理どうやってやるんだろう？わかんねえな。もう捨てるしかないんかな？修理台。修理台、ほんまや。あなたはここで使わない装備を、修理あるいは壊すことができる。どう？行こうか。泥は何に使うん？泥。かまどか。ダッシュもスキル上がるんだ。え？シフト押したら何これ？光。勝手に光源に。光源に変えてくれるんだ。光ってるところに行こうか。道があるよ、道下に。どこ行くん？え、これ、松明、あれかないんか？耐久ないんか？じゃあ置こうかな。適当に置くわ。松明作っとくわ、俺。どん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 拡張していこうぜ。やべえ、面白いや。夫婦道だね。え、じゃあ食べ物をマジで確保せなあかんよ。お、これどうやろう。うい、あ、これ炭鉱にしてもよかったかもしれないな。鍋の使い方わからんな。ちょ、置いてみて、鍋。いいじゃないの、これ。いい。あ、普通になんかできるよ。あ、置けないな。あ、あれ？ほんまや、できないな。なんでやろ。じゃあ、え、これ、松明入れれんのかな？無理か。これ、キノコやもんな。もう、キノコ、フェリアさんが入れたんよね。よ、うん、じゃあ、じゃあ、やるか。あ、修理台先に作って、修理台。あ、そう、銅を錬成するんか。かまどを作ってもらおう、じゃあ。あ、もう作ったんやね。かまど何色？泥？あ、泥これか。これ今俺ら泥掘っとんか。え、これ、なんで？材料は何なん？材料っていうか、燃料。え、銅入れただけでも、もうやってくれるんや。おかしいやろ、俺。まあ、それは楽やから。うん。ゆるゆるやからいいけど。料理できないのにね。面白い。やべえ、もうここ俺らの土の家、俺らの土の家やん、これ。すごー。やべえ、面白えな、これ、マジで。あ、壊しちゃった。これを、こうと。申し訳。はい、入れました。そして、銅捨てるわ。制作任せるわ。最大何人でできるの？結構できそうだよね。ちょ、結構範囲あるから、ねえ。ほら、上もさ、多分、うわわ、掘っちゃった、また。これは難しいな。おい、修理台よろしくお願いします。やべえ。面白え。ずっと掘れるぞ。この一列のこの並び。修理。え？
修理。こうやって修理するんやろ。あ、こうやって、え？え？分解した？いらない、いらない、何これ、部品を使って、切り替えのボタンを通して工具を修理する。え、どうやって修理したん？これ、あれ？消えた？取った？取った？取ったんか？これ二人で共有されてんだ。いや、まず上げるの分かるけど、どうやって修理したん？それやり方を教えてくれんだ。魚をあげるより、魚の釣り方をね、教えてあげた方がいいんだよ。なんか修理できてるけどさ。だね、これフェラさんでしょ？修理したやつだよね。さっきの修理、中途半端なやつ。え？ちょっと置いて、取らんで。できないな、これ。え？え？どうやってやったんよ？あ、壊しちゃった。あ、わかった！壊して、この部品を使って修理するんじゃん。多分。え、壊し、え？そしたら1個絶対なくなるやん。これあげるよ。え、壊しても作れる？壊して作れたん？どうやって作るの？え、ピッケル1個しかなかったんでしょ？え？壊して作るんでしょ？え、壊したら壊したら、この2つ雑魚部品になったよ。だから、2つ持ってたんやって。ちょっと証明するわ。このピッケルの、絶対そうだわ。ピッケルを、ちょっともう俺掘りまくるわ。そこら辺よろしくだわ。絶対そう。ピッケルのさ、この消費度、ね、これ消費しました。あ、これ銅のやつか。修理代これか。で、ほら、これ置きます。で、今部品2個あるから。ほら、修理した部品減ったわ、ほら。だからフェラーさん、多分2つ持ってたんだよ、ピッケル。あれ？なくなった。あ、取らなあかんのか、これ。持ってないって言うから、まあまあいいや、まあ。いらない材料で部品を作って、で、その部品で壊れたものたちを修理する。ちゅう感じ？あれでも持ってないって言うしな。どこまで掘ろう、これ。あ、銅結構ある？剣作ってほしいよ、剣。よろしく。生産大臣。あと1個足りないんか。なんか虫おるね、これ。地面に。これ、潰せるんかな？無理か。あ、潰せた！潰せた！ちょっと飯確保したいな。怖いな。何で賄うの？何でどうやって料理作るんだろうね。石炭？石炭どうやって作るんだろう。なんだ？なんだこれ。お、キノコいっぱいだよ。こっち来て、こっち来て。キノコゾーンあげる、キノコゾーン。虫つぶし。おぉ、面白えな、これマジで。ういやべえ、いい。二人でやってるからかもしれん。レビューでもあったよな。あれ、なんだろう、面白くないや。あ、そうか、一人でやってるからか、みたいな。あ、砂だ、これ。サンド。なんか、整地ができる人前提に作られてるみたいなのがあった気がするんだよね、レビューでも。もう全然俺、整地嫌いとか好きじゃないし、全然やれるわ。そうか、二人でやってるからか。ちょっと料理をマジで、研究してほしいわ。もう満腹度、下がってきてるし、なくなっちゃうよ。ほんまに。なくなっちゃった。いけるか。ただいま。修理。はい。はい、修理できた。ほい。え、いらないものを分解する。あ、何が分解できるの？工具と武器と装備で、分解して、工具と武器と装備を修理できる、部品に変えると。
鍋マジでね、なんなんやろねこれね。え、銅じゃないもんな、木じゃないもんなこれ。え、石炭でしょじゃん。どうするんやろね。書いてないもんね。ない。食べ物ある？まだ満腹度全然増えないんだが。どうあったら OK。 おお、結構大変このかまどを作るの。これ見ればいいんか。鍋作れるよ鍋。あ、二つの食材だって別にあれじゃないんだ、いらないんだ、食材二つなんだ。あ、できた、すげえ。これあと分割せなきゃ。キノコとキノコじゃん。これ何、木の種じゃダメだな。これ俺、木の種俺、植えれるんちゃう？無理か。キノコスープか。キノコ二つでキノコスープか。へえ、やった。これで食べ物は困らんやん。火いらないやん、これ。すごいね。いいね、いいね。やったー。あとでチェスト作って、チェスト。きれい、いいね。俺ピッケル、俺ホリホリ行くわ、ホリホリ。まず5号拠点にして。これ何、目標なんだ？ないんか、これ。アーリーアクセスやし。とりあえず、俺たちが楽しめればいいんだ。これ何？チェストか。え？落ちてない？それ。どうなったん？え？どうなったんそれ。え？あれ？押したら、スペラスの方に行った。でかっ！これ二人で同時に、今開いてるよね。で、物置いてみて。あ、もうリアルタイムだね。反応。今何入れた？なんか。リアルタイムだ。すげえ、いいな。え、しかもストックが100超えてるね、これ。土。いいじゃん。え、この土を取ったけれども、まだ置けるんかな？あ、置けるね。あ、いいやん。いいやん、いいやん、いいやん。テラーリアン、テラーリアン。スキルポイントが何たらって言ったの？スキルポイント？あ、来た。違うな。え、触れるってこと？あ、フェリアさん。タブ押してもらって、このキャラの装備画面あるじゃん。その右の星がスキル。スキルぶり。うん。まあ、好きなやつに振ってください。ホリホリ。まあ、スキルポイント2あるんか。まあ、遠距離攻撃でいいんじゃない？これコックやもんね。コックで余分にアイテム、余分に料理ができる確率がアップ。だって。ええやん。で、さらに触れるじゃん。その右で。まだ溜まってないから、この0の数字じゃなくて、10とか6とか数字があるやつだったら触れるものがあるよってことかな。あ、あ、振っちゃった。あ、あ、あ、もう全部振っちゃった。ホリホリが速くなる。走るとき、消費量が減ると。1時間内、違うな、一定時間経っていると、回避率アップ。なんだこれ。はい。ちょっと走ったら移動スピードアップ。まあ、これにしようか。まあ、俺ずっと掘ってるから、それで俺経験値上がったんかな。防具何作るの？防具作れるならじゃあ俺欲しいわ。俺率先して突っ込んでいくから。いやいや、さ、先に作って装備しとき。よし、剣ちょうだい。いただこう。ウィース新旧。これは装備とかないんか、特に。これ何、パラメータ？おう、はい。とりあえず掘るやつ。料理いただきます。3つあざす。プラス 20ポイントの満腹度、毎秒 4.2 の生命値持続回復と。あ、いいですね。おー、いいね。面白いなこれ。かなり2人でやってるからだなこれは。いやでも一人でもずっと掘れるかな。どうやろう。目的なくともとりあえず掘る。
どう探そうか。光ってるところとか。拠点回収どんどん下行く。ここが拠点みたいになっちゃってる。キノコゾーンや、キノコゾーン。序盤は炭鉱が強いやろな。別に、あ、炭鉱、うん、炭鉱だね。別に冒険家いらないな、これ。ただランタン持ってるってだけだな。おい、掘ろう掘ろう。どんどん掘ろう。おい。掘ろう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 。二人だと早くなってるかな、さすがに。よし。今何にしようの？戻ろ。おった。これ床？あ、スピードは速くなってる気がする。気のせいか。でも、ここ拠点？どうでもいい。別にここでもいいよ。とりあえず、うん、そう。どの道多分映るから。え、これ平面やから家建てれないやん。あ、もう平面、上の見下ろしのなんかオープンカーみたいな感じになるか、家は。じゃあ、行くか、とりあえず。こっちに。うん、こっち行こう。こう行こう。いいね。なんか奥になんかあるぞ。よしよし。よし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 。壊した？繊維が出ないと OK。何このべちゃべちゃ。足が遅くなるか。ちょっと左になんかあるね。帰れるかな？帰れるか、さすがに。水。あ、あれいる、あれ。あ、大丈夫、大丈夫だ。OK。よし。取った？なんか墓場となんかトゲトゲのスライム、さっきそれで死んだのよな。やばい！ちょっと逃げるね。あ、これ結構。結構これアクション要素あるな。え、キノコどうやって取るの？キノコ。え？マジで？取れないよ、俺、キノコ。俺。剣だと取れないんかな？なんだ？これ。え、壊したってこと？やば！バチ当たりな。バチ当たりな。松明大丈夫？木ある？オッケー。よし。よーし。あ、あそこ光ってるね。行こう。猛掘りや、猛掘り。怒涛の掘り。よし。ちょっといっぱいおるよ。任せろ、任せろ。なにこれ、なんか、でかっ。うん。じゃあ俺も一緒に行くわ。走り方それ、あれじゃん。あんまり慣れてない人のあれじゃん。これ。バックで走ってるやつやん。ずっと上向いて走ってるやん、それ。いや、俺はもう操作の上級者だから、こうやって走ってるこの向きに合わせて、ね、で、ちゃんとこのマウスポイントをね、どう、オッケーオッケー、どう入れよう。よーし。どう取れる？俺、3つしかないよ、俺でも。料理ちょうだいよ、料理。キノコあげるよ、キノコ。免疫。よっしゃー。料理1個しかないよ、スープ。あざっす。うちのコックナイス。えい。武器完了。えい。これを分解して、こいつを修理するっていう話かな。こんなもんか。よし。すぐ変えれるように、こうやってね、順番を変えてあげると。よし。で、危なくなった時に、この土ブロックを置くと。よし。何？え？クワ作ったん？俺、種持ってるわ。あれ、種消えた。
いちご、いちごあげるよ、いちご。はい。種植えてみて。あ、植えれた。すげえ。じゃあ、じょうろ作らなあかんや。じょうろ作り。銅足りないね。なんか銅のね、群生地いっぱいあるところ欲しいな。まあ、いずれ出てくるだろう。水、汲まなあかんのか。じゃあ、こっちだ。水の付近に拠点作ろうか、じゃあ。回収してくるわ、あれ全部。これ、崩すよ、あれ。これ、崩したら、中のもの全部出るのか。ああ、出るね。よっしゃ、オッケー。よりオッケーあざーす。オッケー。鍋はもうフェラさんにあげるわ。え、それをどうやって崩すの、これ。あ、できた。オッケー。よっしゃ、これも、壊せないわ。無理。あ、できた。ナイス。オッケー、じゃあ行こう。あ、ムーンウォーク、ムーンウォーク。ムーンウォーク。すげえ。キラキラしてるね。橋作らなあかんな、これ。作業でなら、ああ。あ、作業で落としちゃった。ここら辺、ここら辺。ここ広いし。おー、スライムおるわ。お、これ届かないか。こいつ動かないじゃん、こいつ。あ、結構範囲広いな、攻撃範囲。やべ、あそこスライムゾーンやん。やば、うーわ、なにこれ。えぐ。ちょっと塞いとくわ、まず。あとで、あれを攻めよう。よし。はい。おもしれえ。壁作ろう。うん。おお、いいね。え、どうやって作ったのそれ。あの、作業台で作ったん。へえ。へえ。豊かな大地緑やん。今めっちゃ振動したな。気のせいか。あれ？これ二つとも掘れてるような感じやけど、実際は掘れてないんか。これマインクラフトだったら角にやってたら、角っていうかね、綺麗にブロックの真ん中掘ってたら一気にね、二列掘れたりするから、これ。こういう効率アップできるかなと思ったけど。できないな。でもあと掘り掘りの範囲が広いな。おい。あれ、銅のピッケルとか見てないな。そういえば。よし。よし、OK。これ、地面どうにかならんかな、これ。あ、多分床敷けばいいんかな。床敷けばいいもんね、多分ね。いい、OK。28個。木の根っこやな、これは。下にスレイム発見。よし。我が剣の生贄としてくれよ。よし、オッケー。おい。おい。お、お、なんかあるね。後で一緒に行こう。ここ下なんかあるよ。まず拠点を。よし、木の根っこ集めて。そしたら、木あげるね。ほい。あとは、お墓。はい。終了台。まあ、あと好きに場所変えてください。置いときます。終了できないの、まだ。掘った銅をここで、精錬すると。はい。うん。これはなんだ？装飾品を作ろう。だって。これで装飾、これで、多分、これに？
はい、立てると。すごいねこれ、いいね。壁につけれるのかな、無理か。はい、料理だよ。俺なんかめっちゃ料理あるんだけど、すげー、いいね。よし掘るぞ。左下のあのあれどうやろう。おい、スキルが振れると。ちょっと振ろうか。なんかずっとこれに振っちゃってるよ。プラス 5%。 うーん、壁から鉱石取れる、これいるやろ。え、取れない。これを5にせなあかんのかな。違うか、これ5にしたらやっといけるんかな。まあいいか、とりあえず振れる分は振ろう。ほいっと松明を置いて、これ銅だね。今銅がマジで足りない。あれ、これ銅多いね。よし、でちょっと上行くか。あそこ光ってた気がする。これ銅2個あるのかな。多くまだある。あれ、ちょっと光が違うね。よーし、おい行くぞ俺。これマップ全部見れるんかな。お、めっちゃ見やすいこれマップ。すごい。え、狭くない、そうしたら。気のせいか。危なっ。よし、なんだ、あ、やめて、危ない。よし、デカスライムを倒すんだろうな。あれはフィラさんと一緒に行けばいいか。やばやべえな、これ。これはやめよう。フィラさんと一緒に来るわ、ここは。あ、あれは動かないスライムだな。ほら。ほら。ほら。よし、オッケー。ダッシュ。よし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 、オッケー。あ、あのデカスライムがジャンプするたびに、こう、揺れるんかな。マップも分かりやすいしな。よし、これは板か。これそれクワで壊せないんかな。無理か。お、近接アップ。はい、はい、ドア閉める。ドア OK、 ドア発光。はい、入れました。これ足遅くないやつ、まあ、ちょっと邪魔だね。鍋俺持ってない。鍋ないよ俺。 OK、 持ってるならいいや。上人だらけしたら下来て、下俺のところ。あの金玉気になるな。プラスさん来たから一緒に行こう。その前にここをちょっと、綺麗にしとこう。入った。入った。やべえ、ここ。やべえ、これ何？これ、イチゴやな、これ。多分イチゴだろうな。プルプルしてる、プルプル。神聖な場所だな。で、橋を作って、でもここに行くんだろうね。これ壊せるんか？あ、無理かな。無理だね。俺、心なしかなんか掘りが早くなった気がするよ。みんなほら。ほら、早ない？炭鉱にした方がよかったかもしんない。これマジで探検か、冒険家かな、これ。わ、意味ないで。フォークはね、必要だと思うわ。料理絶対食べるしさ、回復するしさ。これ、何？スライム無限湧きなのかな、これ。おい、戦闘もあげたいな、ずっと。お、クワでオッケー。これ何しようとしたっけ？橋を作るんか。お、木ないわ。木もいるな、これ。
木もいりますね。木もいりますせー。あ、木ある、ここね。それで何を植えるの？あ、そうか、種あるね、例えば。橋を作りの。橋結構作れるの、これ。え？木1個しか作らん、作らんのが。よし、オッケー。さて、クワどうやって作ったの？うわ、クワも木か。あ、これか。どういるんかい？種はある。はい、捨てます。どうぞ。何の種なの？わかんない。オッケー。。え？いや、埋めちゃったよ。いや、もったいねえな、これ。あれ？これ。あ、無理だ。壊せない。自分のタイルを壊せないんだ。おーおお、今なんか変だったね。壊せるわ。なんか水の上に水上シティみたいな作れるな、そうしたらね。オッケー。橋はこんなもんで。ピッケルはもうないんか、俺。やべえな、これ。これは木がないな。木が。やべえぞ。木不足。木不足です。一本で頑張るか。よし。はい。スコップは何ができるん？打ってみてよ。地面掘れるんだって。掘ってみて。え？それスコップな。やって。どんどんやって。あれ？普通じゃん。どうなるの？何もない。え？え？何ゲットしたん？泥地面。それ何それ？どういうアイテムそれ？泥地面。これは、しゃべるでしょ、大丈夫。お、今、リアルタイムでこれがなんか生えてきたよ、これ。ほら。リアルタイムで。ゲッチュー。おお、回収できたよ、地面の。ほら。え、それ回収したんか、クワで。あ、なんかこれ、ひび入るの嫌だな。うえ。これを徐々に片付けていくと。よし。これなんだこれ。地面の粘液。はい。時間が経つにつれて、地面にあるこの粘液は徐々に、塊になると。これ置いてどうなるのこれ。マイナス効果しかねえじゃねえか、これ。全然使えねえな。ドよし。もう家ができつつあるわ。うん。じゃあ下行こうぜ。よし、行こう。こっちっす。回収できたん？無理か。はい、見てください。わかんない。取っていいよ。これ真ん中のこれ、取ってみてください。金の玉を。いい。何もない？あ、取った。取った。あ、じゃあ落として。効果見てみるわ、俺が。よし。金色の心の H5。毎秒 3.3 の生命値回復。とてもレアってだけだった。特に何もなかった。あ、食っちゃった。もったいな。金の食っちゃった。やば。すご。フルーツ。料理のレベルを上げてほしいから、これあげるよ、いちご。いちご、ちょっと作ってきてや。
いちごスープ。キモ。いちごスープ。よし、これ何使うんだ。加工できるって。へぇー。ちょっとマジであれだな。気不足だな。これは石材か。何？木？ピッケル。単純にピッケル。あ、で、もういっぱい欲しい、とりあえず。あ、あと2本欲しいな。じゃあもらおうわ、ピッケル。あ、木いっぱい持ってるやん。あざーす。いちごの種俺7個もあるよ。わかんない。あげるよ。え、じゃあうんこから出てるの？食ったから出てるわけないじゃん、種。うんこから出てきたってことじゃん。え、プリンくれた？宝石。君なら OK。プリンゲット。プリンこれ。プリンだ。プリン俺3個。なんかどんどんできてるよこれ。どうしたらいいのこれ。どうやって回収するの。まあ待つか、じゃあもうちょっと。じゃあクワでちょっと高いかしてもらって。やったー、いちご、やったー、すげえ。自給自足できるんじゃんこれ、マジで。やったぜー。よし、掘りに行くぜ。奥にスレームがいるから、後でやっちゃおう。おい。これなんやろ、この下。なんやろ、これ。え、これ、バケツで組んだらいいんかな。これ、命かけて、ここ全部俺、きれいにしたろ。命がけで。いや、あいつはやれる。よっしゃー、オッケー。飯食うぜ。命がけで聖地。よし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 、オッケーオッケーオッケー。で、このスライムは楽だから、普通にやって。うわ、やばっ。あいつこれね。オッケー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 。俺、堀作ったらいいんだよ、堀。遠距離攻撃もあるもんな、そういえばね。よし。あ、何やろ、デススライムみたいな。やばそう。よし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 。命がけの聖地よ。どうだ。よし。うら、あいつはめれないんかな。土でさ、ブロックして、やってみるか、後で。まあ、この周りを徐々に俺が削っていくから、あいつの勢力を。あのデカさだと、ここ入れないんだよ。俺、ここに逃げ込めばいいんだよ。HP1 だけ残して、残りの最後の一撃をフェリアさんにやらせるっていう。試してみるか。うわ、あいつ作るんか。うわ、潰すんか。うわ、やばいやばいやばい。危な、つえ。ドロドロ、やばい。え、倒せないよ、あれ、多分。無理だね。帰ろう。無理だ。これ、フェラさん持っても死ぬな。普通だね。これは装備をしっかり整えた方がいいかもしんない。すげえ、めっちゃいい感じ。さっきパチってきたやつだ。すげえ。スライムやばいよ、ボス。多分ボスだと思うな。どうしよう。どうないんだよ。掘ってくるしかないか。よし、こう落としてたら、これなんだ、石の、端。上級の宝石。はい。落としとこう。爆弾の唐辛子の種。はい、種あげます。木あげます。ちょっと掘ってくるわ、じゃあ俺。あれはもう倒せないな。
マップで行ってない。これマップこんだけと思ったら、やば、このマップ。ここだけだと思ったらやべえな。えぐいな。結構広そう。押した。ちょっと光ってるぞ。さあ、行くぞ。あの花を取るぞ。なんかちょっとピンクに光ってるやつあるね。左下に。よし。花ゲッチュー。光の種の種子？これ何？これさっきのやつか。うん。光る花をゲットできる。はい。光プラス4、持続1分。え？これ食べるんちゃうん？これ。あ、え？食べるやつだよね、多分ね。食ってみっか。あ、食べるやつだ。で、光るんだ。いいね。今、フェラさんが植えてる花あるじゃん。あれ食べたら光るんよ。そう、1分間、持続。そのためだけ。多分、まあ、2つ集めて料理したらもっといいやつができるんじゃないかな。結構便利よ、これ。松明持たなくても。でも、今、ランタン持ってるし。しょこ。よし。種あげるよ。あと、銅もあるし、入れたらいいか。ここか。さあ、入れまーす。あとは粘液でしょ？フェリアさん渡すものはこれか。イチゴか。あいつ攻撃してくるな。大丈夫か。よし、戦利品。69万あんのこれ今。すごい。金もある、金。うん。金の防具かね。多分ね。とりあえず修理。あれ？これ修理じゃない？製作。木の装備できるよ。できるか？もう作ってる？オッケー。よし、あげるよ、装備。装備あげるよ。うん。はい。外見変わるかな？木、そうそうそう、木の。ま、とりあえずね。このパンツあるよ、パンツ。あ、お前は変わった。ダッサダッサよし。で、俺また木集めてくるわ。ダッサ川ダサやな。可愛くてダサい。よし。じゃあ俺、銅の作ってみるわ。待って、銅、8?11? めっちゃ使うな。これはやばいな。これ無理だね。これは無理だ。これを修理するには、ああ、無理だな、修理は。部品ガラクタどうやってねえのやろ。ちょっと金は入れとくか。スライム見えるな。もう僕物みたいなの終わるやん。一日で。一日が。ねえ。物作って。これ、このまま捨てるあれがないんかな。ここから捨てたいんだよね、簡単に。まあ、えっか。よし。さて。これはどこに？ここから上も行けるの？コアだって、コア。このフェリーや、あなた自身。いやー面白えぜ。どれ収穫？これか。どうやって収穫するの？もう普通に、園芸プラス1だ。これ園芸も上がるんだ。やば。これもできるやつ？これ。この、まだこれ？もう一段階あるんか。面白えな、これ。あ、種、俺植えてみよう。こうか。あれ違うな。あ、右クリックか。すげえ。楽しいな、これ。あげるわ。お、俺のガラクタがあるわ。やった。修理できる。修理で、まあ、めっちゃ壊れてるやつで。入った。こういうことやな。俺スキル上げれないんかな。いや、これ絶対ホリホリスキルの方がいいわ。これ取れないもんな。これを5まで取らなあかんのかな。まあ、いいか。とりあえず掘ろ。あれな、普通に耐久ないやつでも上がるわ。俺無心で掘るわ。そうしたら。ほら。掘れてんじゃん。
何もなくても掘れるんだね。これスタック999プラスだね、これね。やべえ、これずっと掘れる。うわっ、ええぞ。よし、2回攻撃して。よっしゃ、オッケー。はーい。やばいやばいやばい。やばいやばい。うわっ、お、なんか入った。ガラクタかな。この、さばき。この、足さばき。よし、オッケー。よっしゃー。銅の防具いる。あ、でも銅の防具先につけんさいや。俺木の防具もらおうわ。こっちの。フェラさんファーストで。戻るわ。じゃあ待った。上一個だけ、うん、あ、俺に入った。あげるわ。銅あげて、種あげて。これ木やん。あ、もう銅作ったん。あ、なるほどね。もう来たんか。まあ、確かに色ちょっと違うな。胸だけが、あれか。胸だけが、銅防具。よし。松明がないな。まあ、いいか。俺、ランタンあるから、いいか。うん。料理大丈夫よ。あと3つプリンがあるよ、プリン。OK。入ったら料理取るわ。これピッケル節約処分いいな。これ銅掘ってくるね。お、上なんか光ってるぞ。ブランチマイニング。え、てか光ってるからブランチマイニングもクソもないの。それにたどり、それをね、目印にしていけばいいもん。あ、これ全然いらないね。これピッケルいらないですね、このスピード。砂の中に埋まってるこの銅最高。超スムーズ。気持ちいい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 。おー、やばいね。いいね。もう1時間やったんか、このゲーム。あ、硬い。これは土の中に埋まってるやつだね。これさ、砂もさ、これ、あれ入るから、スキル。こうやって俺どんどん適当にやっときゃいいんだ。よし。そしたら俺のスキルが上がっていくっていう。あれは金かな？違うな。湖。川の上に浮かんでいるただの光？あ、イチゴか。あ、花だ。あれもすでにフェネさん植えてたやつやん、これ。何これ。爆弾唐辛子やん。あ、これか。これか。何やと思ったもん。イチゴじゃないし。結構進んだな、俺。これ地面ちょっと色違うね。お、校舎の地面。あ、もう行けなくなっちゃった。あー。まあいいか、とりあえず取っとくか。あ、はい。よし。よっしゃー。これ右上のなんかアーリーアクセス消せないんかな。ずっと出てるけど。まあいっか。よし、銅プラス1。新しく生成されるのかな。資源は有限。これはなんだ、これ。何くれるんだ。木の釣り竿。そしたらもうフェリアさんずっと釣りさせとこね。多分木の釣り竿手に入った。見てみようか。お、手に入った。釣りさせとこう、マジで。そしてここにチェストがあると。よし、周りをね全部掘ってからチェスト取る。今、ダッシュのスキルが上がった気がするけど、ダッシュしなくても上がるんだね。松明と、はい。これ壊すか。持って帰ろう。
だいぶ俺進んだやろ。わ、だいぶ遠出した。タカシゴッドワールドだからね、これ。タカシゴッド。よし、木もいいぞ。あれは光ってるね。行くぞ。あ、ずっと掘れる。これ。聖地好きだ。聖地好きなやつだ。聖地はそんな好きじゃないとか言ってる気がする。お、なんか宝石か、これは。あれ、水の上に浮かんでるやつかな。なんであんな赤いんだ。あ、イチゴかな。こうしたら。お、イチゴだ。ほら。さあ、キノコの群生地。群生？群生？どっち？どっちもええか。めっちゃ光るな、あの花。すげえな。よし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 。マップも見やすいからね、帰れるわ。マップにフェラさんの場所が出てるし、すぐ帰れる。よし、ここやめよう。こうしたら、とりあえず光ってるとこ行こうか。開幕なくても行けるのはいいね。マインクラフトだったら真っ暗で見えないよね。これもう平面しかないんか。一層目しかないな。ねえ。だってこれ地下にしても見下ろしやから地下やもんな。ついに地下やもんな。この花取る意義あるかな。いっか、取らなくて。キノコは取るぜ。キノコスープ作ってもらう。別に右に左に進むにつれていいものがあるってわけじゃないもんな。ほらこれ、こういう風に広がってるからな。コアを中心に遠く行けば行くほどいいアイテム出てくるかな。という可能性はある。大丈夫か？さすがに迷わないか？俺今何持ってんだ？ガラクタか。46段食らったぞ。何？え？あ、今46食らったの。のせいか。スライム？何がでかい？ああ、46ダメージ？死んだ。スライムにやられた。もう武器変えるのめんどくさくて。アイテムロストしたんかな、これ。ロストしたかもしれない、ライム。オッケー。畑に木が入って幅が増えた。ちょっと俺あれ取ってくるね。俺自分が死んだ。あれ？真ん中のコアに多分なんかボス倒したら捧げるものがあるんだよね。まあこれはおいおいでいいか。ちょっと俺死んだところ行ってくるわ。ロストするんだもの。結構物入ってたからとか。木増やせるのいいね。木植えてその木が入ったってことか。へえー。マジで敵おったら本当に武器変えた方がいいな、これ。危ねえわ、普通に。死んだらあかん。あ、ランタンをつけてるか。オッケー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 。橋。あそこね。で、橋を、打って、行こう。で、あいつか。やるぞ。ピッケルでこう掘って、アイテム返ってくるかな。お、全部帰ってきたかもしれない。オッケー。これ爆弾？爆弾だ。すげえ。とりあえず帰ろう。虫潰した。やっぱ走るときこうなるな、これ。ダッシュプラス1。許さん、お前。
あ、爆弾って多分唐辛子爆弾で作るのかな。お、帰ってきた。ちょっと強い。強いあいつこれ、強い。よし、OK。倒した、倒した。銅入れるね。料理 OK。いただきます。種あげるよ。めっちゃ持って帰ってきたよ、俺、多分。どれ？何それ？え？ハート型の、ハート型の、何これ？唐辛子クレープ？これ作ったん？作ったんこれ。19満腹と21パー移動速度。1分間。マイナスないね。すげえこれ。もらうわ。普通のゼリーもらうわじゃあ。普通のゼリーと光るゼリー。すげえ。光るゼリー作ったんだ。組み合わせたんだ、あれ。面白い。5分間も。え？今のところはあの、イチゴと光る草かな。うん。すげえ。全部あげるわ。いろいろ試してね、キノコとかも。面白い。木もあげるわ。チェストもあげるわ。この爆弾俺がもらっとくわ。あ、釣り竿あげる、釣り竿。すげえな、これ。はい、キノコあげるわ。心、もうあの、俺も最初のもの食わねえから、もう。ね。もう調理済みのものしか食わないから、もう。よーし。どれを修理するんやっけ？これか。これを。修理と。OK。これまた掘ってくるね。これ、ユデオスピード上がっとんかな？上がってる気がする。なんか。早くない？ほら、みんな。早いん、これ。これ、植えたやつ？あ、木か。これか。なるほど、OK。適当に置いとくね。爆弾試してみたいな。あ、これ木終わるな。ここに爆弾置こう。あれ？やべ、思ったより弱かったな、爆弾。これあれか、もうボスか。銅は今あるから作ってて、あとは特にないんか。これをちょっと、入れとくか。ここを重ねて。うん。銅の防具作ったもんね。もう顔見えなくなっちゃったよ、それ。あざっす。あざっす。こっちも全身銅それ。じゃあ俺も全身銅じゃなくてか。じゃあ作ってもらおうか、じゃあ。うん、よろしく。分解できるでしょ。分解するわ。おい、できた。はい、OK。よし。掘ってくるね。おっと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 。敵。お、20。ダメージ変わったかな。これ、ボスいける気しないな。待てよ。はい。1、2、3。3回か。ピッケルじゃなかったら？ 1、2、3、4。いや、変わんねえな。どうしたら、このタカが1回のためにピッケルのさ、ね、修理するときに、部品も使うし、もったいないな、そうしたら。素手でいいや。こうしたらワイバー今どう頭だけだね。他の部分を作れる。 OK、 よろしく。フルコッパー装備。コッパーでいいよね。合ってんかな、コッパーで。どうは、お、木の根っこだぞ。もう木今必要やしな。スライム一匹ね。
あの虫か、あれ。活力？バイタリティってこと？バイタリティアップ。多分バイタリティだな。繊維？オッケー。あ、これ木のゾーンや。やば。これ剣もったいねえな、これね、これね。これでいいや。同じように一発で倒せるから、倒せるとかね、集めれるからね。またさ、そのスライムゾーンじゃないよな。オッケーオッケーオッケー。あれが最初のボスなんだろうな。よし。よっしゃー。はい、こっちも早いわ。うん。2回攻撃して下がる。よし。ダッシュプラス10。はい、キーキーキー。いびつにえぐられてる気がする。ほらほら、変じゃん。第2のボスがおるんじゃん。砂も掘っとこう、楽やからさ。すぐに使える壁として建てれるやん、ね、取り壊しも簡単やし。これは爆弾唐辛子か。これまさか処刑があるとはね。よし。おお、なんかアップしたぞ。これね、はい。これ取れないんだな、これが。これ何を使うんだ、これ。リセット200ポイント使うし。うん。これすごいね。方向学。うん。壁を掘るときに 0.2% プラス 0.2% の確率で貴重道具が落ちるんやって。あ、で、これでやっと取れるんか。プラス 5%。炭鉱、鉱石の壁から余分に1個鉱石ゲッチュ。鉱石が見える距離がプラス2。なるほど。スライム？あ、釣りか。魚が逃げたんか。いきなり逃げられた。釣りしようか。それは釣り竿渡したね。宝石見える範囲は別にいいか。でも余分に鉱石1個入るってもう確率低すぎるしね。あ、すごい。この金は爆弾のあれか。ここ俺来たやつかな。来てないか。でもなんか繋がりそうだね。今普通の川で釣りしよう。 OK。 あれ取れないな。うおー、これはね、剣にね絶対変えた方がいい。よし。あれ、これ俺来たことないんか？ないか、ないか。わあ、なんか結構、これ橋持ってくる必要あるな。むずっ。よし、OK。わあ、これデカスライムおるやつちゃうん、これ。うわ。いそ。死ぬな、これ、ちょっと。よし。おお、光った光った、すごいすごいすごい。この料理一番いいね、やっぱ。光キノコとあれ。うん、めっちゃ光る。どんだけ光る？ 2 分間か。すごい、やばいよ、めっちゃいいよこれ。振ってみ、次あの亡くなった時満腹度絶対これ一択。すごい、スライム多い。
戦闘鏡になるよ、戦闘鏡。よし、OK。スライムの数やべえな、これ。うわ、やべえ。あ、同じもん食っちゃった。くそ。死ぬかもしんない。気をつけよう。よし、OK。よーし。制圧した。繋がってんな、なんか。なんか繋がってますね、みんな。これ全部俺一人で開けたやつや、これ。やば。よっしゃ。ふぅ、帰るか、一回。どうも結構手に入ったし。直通道路作りたいな。あ、これトロッコなんか作ってたよね。動画であったんだよ。象形ムービーに。これ光いいね。これいずれこれを全部掘るやつ出てくるんじゃない？ね。このマップを全部掘ってみた、みたいな。えぎ。よし、オッケー。あ、これ光漏れるかどうかのなんか物理演算かな、これ、ほら。これもやってんだね。一応。角あったらね、光漏れませんよ、みたいな、ほら。そこまでやったんだね。これさっき俺死んだところやな。うん。なあ、ほら。楽やから。え。こっち。ほら、ホリホリプラス1やで。途中で、ね、こういうさ、穴とか、あと敵か。あ、敵がきついな。あと、湖か。川ね。それがなければ、こうやってさ、なんかマクロ組んで、こうずっと放置でさ、ホリホリさせて。そしたら気づいたらもうマップのね、端まで行ってて。ね。レベルが上がると。マインクラフトダンジョンでしょってんやけどな。回復の装備をね、身につけて、あと放置。石の指輪ゲットやってなんか知らんけど、石の指輪と。装備できるのかな、これ。14。採掘のダメージをアップさせるって。ゲッチュー。採掘ダメージってなんだね。1、2、3。ということは、じゃあこれ2回で、2回でこれだ。やった。めっちゃ速くなった。2回と1回じゃ変わるからね。やったー。指輪つけただけでね。これはいいぞ。効率いい。やば。よし、OK。やっぱ変えるのはだるいんだな。装備を。もったいないな。うん。やっぱ普通のブロックにしよう。はい。橋作れる？橋。こっち繋げてほしいな。こっちと。フラさん。埋めれないんかな、これ。橋じゃないと無理なんか。ありがてえ。あざす。ちょっとあのトゲトゲめっちゃ強いよ。あのトゲピー。気をつけてね。どうやろ。4つじゃ足りないやろ。俺そこ行けれないんだよね。俺もここおるん。見える？いやいやいや、怖い怖い。うわ、危ねえ、怖っ。1、2。あ！あと1個。あ、いいよいいよ。うん。よし。いいよいいよ。よし。どの道あと1個いるな。ここから向こうに行けない。明るい。明るい。帰ってきた。我が家。うん。あ、ゼリー食べよ。物置くね。オッケー、チェストながら料理全部取りますわ。種とかあげるわ。置いとくわ、もう適当に。種。
銅の防具入ったん。やった。ゲッチュー。フレーブゲッチュー。何これ。唐辛子の有菌化サラダ。はい。あ、これ光持続時間2分だ。長い。こっちの方が。移動速度。唐辛子と、うん。届きません。わかんない。あ、でも光2か、普通に。やっぱ花とイチゴかな今だから。あ、釣りポイントなんかな確かに。確かに川で光ってるところあったもんな。川とか湖。そこに投げたら釣れるんかな。確かに、ここブクブクなってるもんね。なんかゲージ出るの。ゲージ出るの。餌いらんの。いらないんだ。装備を変えて、この木の装備を壊すやろ。壊して修理しよう。はいはい。釣るのにめっちゃ時間かかるらしい。あと釣り竿ちょうだい。どんな感じか俺見てみるわ。銅入れます。繊維か、これ繊維入れるか。ここにあとはピッケルが、で、2本か。3本か。これ何？鈴。鈴だって。オッケー。じゃあ、釣り竿もらうわ。あざっす。投げるゲージとかあるの？ほんまや。どれで釣り上げるの？うん。やったらわかるらしい。おい、浮き下がってるよ。ポチャーンってなのかな。確かに時間かかるなこれ。めっちゃ、めっちゃ時間かかるやんこれ。長っ。ポチャンポチャンポチャンなるけど、え、もう過ぎだろ。でもタイミングポチャンってなったら右クリック。ポチャンが分かんねえんだよ。めっちゃ123で沈むよ。一回ポチャンってなるんやって。見える？今浮き沈んでる。まだまだじゃん。くっそかかるじゃん、これ。今違うんでしょ？だるっ。てか、あの花普通に光ってるから、家のマリアの花をポツンポツンって浮かしゃいいよね。長すぎやろ、これ。釣り。やば。やってらんねえよ。やばすぎやろ、これ。これも動いたいもんね。これ動いたよね、今。ただ浮き沈みするだけ。あ、行けぞ。い、長っ。場所悪いんかな。ないんかな、ここ。やば。こんな長くかかったことないらしい。こっちも釣りスポットやん。え？一回釣りたいな、一回は。ここで狙い撃ち。ポチャンを見たよ、ポチャンを。ポチャンってなの？見たらわかる。じゃあ違うんだろうな。見てわかんねえから、これ。釣りだけで俺10分行くんじゃないの？釣りだけで10分かかるやん、これ。心なしかちょっとずれてる気がする。これ釣りポイントやん、どう見てもね。これ。
見たらわかるっていうのが一番だるいんだよね、説明で。まあ、説明もできないんだろうけど、見たらわかる、やればわかる。え？え？釣れたらもうやめるよ、みんな、俺今日。お、来た来た、ポチャン来た、ポチャン来た、わかった。いや、むずいわ、これ、釣るの。やばい、これ、切れるわ。あ、切れた。むず。あー、これ、これ、難しいね。やば。え、釣れたんでしょ？うご。魚、魚作った？オッケー。光る魚作ったよ。俺食うわ、光る魚。ぽちゃん。いや、これ、釣り長いな、これ。ちょっと危ねえな。危ねえ、何が危ねえんだろうな。一番時間かかると思う。あ、変えちゃった。よし。釣り竿返すわ。きついわ、これ。よいしょ。よいしょ。いいルーキー。いっぱいあるよ。お墓もあげるよ。よし、じゃあまた掘ってくるね、適当に。あ、行こうっと。あ、そっか、ここ止まってんか。足1個いるね。やっぱ木取るわ。あ、こうやって一気に作れるね。はい、20。このもんか。あとは床とドアと、うん、ランタン。魚は、切れた、逃げられた。そう、ダメだったわ。あの銅の防具よろしく。よって、ゲッチュー。これフル装備や。やった。種あげるわ、種。落とした。で、これで分解して。OK。よし。適当に言ってくるね。おっと、スライム。OK。2発でこれね、割れるの最高だな。いや、普通に、うん、666。土のブロックか、これ。泥か。あれ、あれ、左折り行ったところか。裏すぎやろ。今飯には困ってないな。右下にもあったね。まあ、いっか。お、何これ、なんか、あー違うか。この下が、これが変に見えた。ちょっとポインターか。もう一個指輪欲しいな、土の。土なら、掘り指輪。手に入った。壁壊しおったら。覚えてないもん。とりあえず掘ってたらなんか装備が入った。うん。はい、開通。おっと。こいつきついんだよな。よし。あれ、ここ俺は来てないところか。来てないね。ここもスライムゾーンだな。OK。
よし、ちょっと HP 減ってるし、これを食べて、光らして、光の戦士にして。よし、OK。よし、OK。多いな、スライム、これ。俺は倒しに来たんじゃない。鉱石を求めに来たんだ。これ、繋がるね、右と。よし、光ってるぞ。いいぞ。銅にはもうそんな困ってないんよね。もう装備作ったもしれない。オッケー。うん、こんなもんか。左上がまたなんかええ感じになるな。やっちゃおうか。クリアさん呼ぶやつかもしれない。これはこれなんだ、遺跡みたいになるぞ。囲うか。これ囲っちゃおう。俺がもう入っちゃった。覚えとこう。後で一緒に行くぜ。でも開通してもいいはずなんだけど。 OK、 開通するか。壊せるんかな。あ、もう満タンだもの。あ、また手に入った、あの指輪が。爆弾、一回戻るか。これガラクタか。ピッケルもいっぱいあるしな。捨てるものは特にないな。食べるか。違った、鉄鉱石だった。鉄だったわ、鉄。インベントリー増やせれないか。最短で帰るには特にないか。ここだね、今。こうやって通って、うちらの家は、あれ？皆さん、トーク行ってる？もしかして。OK。死ぬなよ。もう大丈夫か、さすがに。自分の家分かるかな？皆さん、目印にしてたけど。分かるか？ここら辺か。あ、分かる。普通にマップになんかあるわ。建物みたいな。いいね。今の揺れあれやろ、あのスライムだろ。違うな、俺の、あ、いや、スライムか。え、これあのスライムゾーンでしょ、これ多分ね。やば、死ぬ、無理。これ無理だね。死ぬね。OK。足作るか。怖くて、近づけれねえ。よし。遠回りして帰る。どうやって倒すの俺。 OK、 今俺も帰るわ。ちょっとあのスライム倒して終わろうか。今日倒そうぜ。機械パーツ持っとん。なんそれ。あ、これ木の根っこってこれか。そういうことか。なるほどね。どんどん増えていくってことか。よっしゃー。爆弾であいつをやるか。何？鈴？
鈴作ったんか。どう ?OK。いらないものあげるよ。いらないものあげるっていうか。よし。お前、機械パーツだ。何これ。いにしえの機械の一部。あと、鉄も手に入ったんだよね。うん。置いとくわ。爆弾、取っとくわ。デカ爆弾あるじゃん。すごっ!何これ!やば。二つある。よーしゃ、じゃあこれで、やっちゃおうか、あいつを。めっちゃ強いからね。広いよ、もう広いところじゃない。もう、あいつは。魚、光るクジャク魚の、骨なしスライス、7% の回避。これ取っとくか。あとはこのブロックこんなにいらねえな。手に入るしな。とりあえず入れとくか。フェラさんがどうせ片付けてくれるよ。よし。穴も入れとくか。で、修理して。あ、で、また入ってきた。くっそ。修理、これ。はい。はい。料理全然大丈夫よ。どこある？あれ？あ、すぐそこか。あ、てか、もうなんか、もう、服が一緒やからさ。わからんかったわ。作物もいっぱいあるね。よし。スライム倒しに行こうや。ええ。やばいよ。見た？でかいやつ。ちょっとじゃあ爆弾。ちょっとフレアさん、じゃこのトゲトゲのやつ戦ってみてや。お主の力を見せてくれよ。あ、ご両親やん。ご両親やんけ。よし、じゃあやるか。ちょっと家の方に、遠距離、ちょっと遠距離の、どうしたらいいんやろ。繊維でなんかできんの？お、松明持ってる、死ぬよ。ほら、もう。ちょっと俺爆弾置いてくるよ。やばいやばいやばい。ちょ、家の方に逃げたらあれだよ。もう家潰されるからね。ない。爆弾置いた。あ、爆発した気がする。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。まだ早いか、まだ早いか。無理か、じゃあ。無理か、これ。こいつ、HP どんだけだろ？全然食らってない？もしかして。ちょ、フェラさん！家潰される！家潰される！あ、わかった！ちょ、フェラさん、あいつをおびき寄せて。もう多分フェラさん、ね、狙いに行くやん、そいつ。あいつ戻ってる時に攻撃しないことに気づいたから、あいつ戻ってる時に俺が突っ込んで攻撃するわ。逃げて逃げて。あ、ちょっと、つかず離れず。俺来た俺来た。やばいやばい。あ、これ無理だね。あ、いけるいける。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。逃げよう逃げよう。無理無理無理。無理だね、これ。やめよう。無理だ。あ、でもめっちゃ生き残ってるやん。すごいじゃん。うわ。あ、いけるかもしんない、これ。いけるわ。やばい。めっちゃ回避うまいやん。それやりながら攻撃できるんじゃん。死ぬか。はあ、よし。無理だね、今。遠距離いるな、これ。
なんか爆弾作れないんかな。なんかクラフトが少なすぎる気がするわ。マジでクラフトが全然ないわ。無理だった。鈴で何ができるの？どこに書いてあるのそれ？クラフト台ってこれか。あ、ほんまや、鈴、え、鈴がいるんか。なるほどね。なるほど、なるほど。でもこの同装備で倒すべきやろ、これ多分。あいつを。なるほどね、クラフト台がモアランク上がるってことか。なるほどね。どうの剣だろう今。いやー、あれ倒してえな、あれ。いやー、床。いやー、あれは、倒せないか。料理も減ってきた。で、その、取るべえ。全部取るべえ。よし。これ違うやつか、しかも。挑戦してくるね、あいつ、俺。これ遠距離いるやろ。ね。難しいな、これ。うわ危なっ。でも分かった、あいつの限界が。あ、回復しきれねえな。神風アタックしかできねえな、神風アタック。これがいやらしいわ、この地面のこれ。このネバネバ。でもあいつまた作ってくるやん。あ、そう。あいつが作ってくるやん。これやばいの、この木の一個。これ木めっちゃ困らんやん。すごっ。いつの間にかこんなに。すげえな。根元あのど真ん中のやつが。なるほどね。木全然困らんやん。やった。ウェイウェイ、あ、ウェイ、よし。さて、ずっとやれるね。いや、あれ倒したい、あれ倒したからやめるわ。回復が遅いな、これ。鈴掘ってくるわ。じゃあ頑張って、次なる、あれを。次の装備を作ろうで。死んだ！くそ！掘ってみよう。2段あればあいつ近づけれないんちゃうん、これ。これ水溜まってるよ、これ、ほら。やべえ、これいけるかもしんない。で、角を作って、俺たち人間様だけが取れるようなところを作るんよ。ここ角。ここ来て、あいつをジャンプで来るから、こういう、あの巨体が取れないようにするんだよ。ほら。ほら。俺しか取れないこの再生ま通路。待って、逃げて、ここではめる。ここではめる。いや！あいつ無敵だった。普通に来た。うぜえ。戻れ！意味なかった。普通に水の上浮かんでたわ。強っ。最悪や。ああ、回復せなあかんわ。いやー、素直に鈴探すか。足早っ。これマジで、これ唐辛子の料理いるな。足早いな、普通はね。とりあえず掘ってくるね、なんか。ほりほり。鈴の作業で。
マップで見て、さっきの鉄のとこか、これ。鉄取ってくるね。見る？なんか遺跡みたいだったよ。うん、俺のとこ。おいでや。わかるよね、マップでは。緑のやつ。道探しておいで。料理全然大丈夫よ。いっぺんあるよ。よろしく、松明よろしく、途中で。俺は超適当に置いちゃってるから。おらんよ、まあ、あのスライム以上のものいない。ほぼスライムしかおらんよ。トゲトゲスライムとしょぼスライムやね。おった？めっちゃマウスカチカチ聞こえたんだけど。よし。おったおった。ちょっと待って。行くわ。見える俺。おってよ。え？何？何者？溶けた。あ、溶けた。何これ？なんか暗黒なんたら。あ、なんか道具手に入った。お？貴重。あれ装備品じゃなかった。なんかイヤリングだって。わかんない。これだけ？これこのでかいやつ壊せないね。これだけだった。終わり。行こっか。じゃあ左取っていくか。おろ、うん、よろしく。取ろう。お、この真下もあるね。おりやす。これ砂やから。砂の中に銅が埋まってるから。行くかも、ずっと。なんか食った？あれ、俺 HP あんま回復しないな。俺も料理なくなったかもしんない。あとキノコしかない。あるよ、あと3つだけ。お、やべ、怖っ。落ちない。怖っ。いや、もう深淵やろ、深淵。何これ。うん、帰りにさい、よろしく。怖っ。ここ俺ランタンあるから気にしない。松明あるよ、置いた方がいい。嘘。気のせいかもしれない。松明置いたらマップが広く表示されるのはありがちやけど。鈴ないな、意外と。大変やな、範囲が狭いから。まだこれ共有されないんか、俺が見たマップ。なるほどね。フェラス大変やな。俺結構開いてんねん。めっちゃ適当に掘ってんだよね。OK。スーツ何色やろ。もう満タンなの、ほぼ。あ、鈴1個あるわ。入るか、これ。泥、墓もいらないな。粘土洞窟や。粘土洞窟。
すず、多分すずの塊のゾーンに入ったかも。何個いる今、家おる？10個いらん。あ、もう普通のすずでいい。7個か、今俺5個すず5個 OK。 あ、もう足りる？いけない？ OKOKOK。 あと2個や。よっしゃ、じゃああと2個集めて帰るか。硬くなってるな。強い敵出てきそうな。やった、スズだ。へえ。お、なんかテントがあるぞ。これ木かな？結構いろいろ落ちたな。いらないものは、これいらないな。これもいらないな。農民の帽子。不平そうじゃない。ゲッチュ。帰るか一回。帰るぜ。松明置きながら帰ろう。ここにテントな。すず今8、家に2ある？ 3 ある、 OK。 いけるね。いけるぞ。もっと近い道ないんかな。こうか。こうやって掘っていった方がいいか。こうこう。せっかく橋あるんで、これ捨てて。猫いっぱいだな、これなんだ、ガラクタか。どうか、これ。これは、ウジムシ、ウジムシの木綿。あとは捨てたくないな、全部。これ、いらないな。で、これ拾って食べる。よし。よし。今こういっか、放置で。このまま帰れる？右。右直通。はい、松置いとこ。うお、足足りるかな。よし、もう砂拾えないな。どこか。1、2、3、4、ジャスト。あれ？壊されてる。足が。このスレームで壊されたんか。やべえ、ここ。このゾーン。やばいやばいやばい。やばいやばい、よし帰ってきたぜ。よし、
いや、広い気がする。ちょっと広げた。すず作るね。よっしゃあ。歯車を戻して。料理取るね。で、修理か。これと、これと、ないな、ガラクタ。どれ？何それ？おい、5つもある。やった。あざっす。キノコ類の、唐辛子クレープ。えぐ。修理むずない？これ結構。大変じゃん。修理大変やな。農民の帽子いる？掘ってたらゲットした。弱いよ。めっちゃ。ガラクタ分解するね。わからん？いらないものを分解して、でもそれで工具とか装備なんよ。それ分解したらガラクタが手に入るんよ。でガラクタ持ってたら、あの青いトンカチのマークを押せれて、押したら修理1個でできる。修理したいものをクリック。よし。結構作るの遅いんかな。あ、結構早いわ。あれ？足りないよ、でも、鈴。単語持っとんか。でも7個あるか。じゃあ、作業台よろしく、じゃあ。これ手持ちの1個置いとくね。投げとくよ。あと手に入れた種も投げとくわ。あ、金もある。スープか。めんどくさい、箱に行くの。いい？うん。よし。ちびちび、ボスにダメージ与えに行ってくね。わかんない。あ、回復してるわ。くっそうぜ。無理だね。逃げるわ。ピアノゴルグ。よかった。全開じゃなくて。申し訳ない。こんなボスの近くに家を作った俺らがあれやけどさ、まあ、ちょっと言い訳をさせてもらうと。やば。すまん。すまんける。すまんけるです。種か、これ。植えよ。植えんでいい。あげるよ、じゃあ。じゃあ、あげるよ。くそ、使った爆弾もったいなかったな。お、もう、すずいけるんじゃん。身につけれないイヤリング。爆弾じゃない。鈴取るわ、俺が。あれ、もう取ったんか。よろしく。これ弓あったら弓で。あと4個いるん、うん、どういう計算したん。15個いるんか、OK。じゃあ行ってくるわ。取ってくるわ。鈴取ってきやーす。タイタン通路で。あ、我が橋の上で何をしておるお主。我が橋の上で。あいつ倒したいな。心置きなくやめれる。そうしたら。ここで合ってんかな。もう鈴ゾーンに入ったし、これすぐ手に入るやろ。鈴、
よし、ダッシュスキルゲッチュー。あ、これ振るしかないか。攻撃も1ポイント。はい、プラス 2% 攻撃速度。OK。あ、橋作ってよかったかもしれない。全部使っちゃった。あ、普通に こっちで作業台作って橋作ればいいか。ね。うん。で、ここで。おい。で、20。OK。これ回収しようか。テントあるで。なんか見たらわかる、テント。わかんない、壊してない。見に来る？直通したらいいよ、そっちから俺の方に。ボスに会いたくない？じゃあ俺壊すよ全部。H のテント、え、立てれるんかなこれ。もう満タンになっちゃったよ。なんか捨てなあかんなこれ。あ、壊せる、やった。いらないものをどんどん捨てるか。これ家に置いてもな、テント壊せないんか。あ、満腹度36アップ。何これ、装備。あなたがすぐに危険から逃げれる。何これ、これはいらんかも。はい。手に持ってたらスピードアップするの？違うな。スピードの羽毛、手持ち使用で 200% の移動速度アップ。あ、できた。え、俺 200% アップしないよ、俺言うて。え、ここ？違うな。え？ 200% の移動スピードアップ。マジでそうなの？アップしてんの俺。ないの？やっぱランタンいるな。これ分からんから、まあ、フェラさんにあげとこ。あとは？普通で帰るか。いや、鈴集めに来たんだ俺。あと5個いるもん。目的忘れるとこだった。鈴だん。あと5個よね。2、3、あと4個か。よし、もう4個持ってる。おお、まっすぐで帰りたいのこれ。深淵みたいなやつにも立てれたわ、橋が。これはどうかな、どうか。お、広いな。つながってるんだね、これ。つながってるんだな。よし、 OKOKOK、 来た来た来た。なかってるんだな。結構近かったな。やば、スライムこれ勝てないって。まあ多分鈴のあれでなんとかなるんだろうね。ありました、種置いとくよ。こんないっぱいピケルいらないかもしれないな。まあいっか、入れとくか、この中に。せっかく作ったし。はい、釣りを始めたやつ。
ペンと、あれ、ペンと設置できるのかな。寝れないやろ。できたほらテント。寝れるの。無理やん。これテントこれ。好きにしてよもう。あげるよ。パンあげるよパン。パンあげだよ。座布団みたいな。腐ってるパンかもしんない。お、すず見てみて、すず。できたか。どう？グル、よろしく。よっしゃ、作業台。ああ。壊してやろう。え、もうこれ、すず？すず作業台？うわ、なにこれ？やば。ほんまや。繊維10個だ。まだ鈴いるんだ。どこにフェンスあるの？右、ほんまや。え、罠の、あれやん、罠があるじゃん。鈴一個。これを作りまくって、敷きまくって、逃げまくって、デブを倒す。鈴集めてくるわ。じゃあ、次、鉄か。鉄の作業台か、次は。はい。軌道鍛錬炉。これ何？レールかな？あ、レールだ。木と鈴。え、木工机。家具が作れるようになるって。で、よりいい装備を作れるようにする。鈴の。鈴いっぱいいるね。鈴取ってくるね。よし。鈴をいっぱい集めてくるから、いらないものを置いとくか。ピッケルはいるから、これは、あ、作業で置いとくか。これ重ねて、修理もいらないし。木あればピッケル作れるんで、そうだな。よーし。料理もいっぱいあるし、松明はいるか。ブロッカー松明は。よし。え、なんかできた。制作スキルだ。制作スキルもあるんだ。制作だ。うぃー。うん。6% の確率で、ベッドでゲットできる。よし、じゃあ行くか。鈴集めてくるね。あれは？使ってるけど、行けないな。とりあえず進もう。お、べちゃべちゃ。食うか。何この地面、なんもないんかこれ。どこの地面も。スライムいるのはいるね。え、何ここ、持ち悪い。輝かされた後なわけないか。え、何このロード、スライムロード、え、これ広っ。あ、またあのスライムやん。え、はい、めっちゃめちゃ。確かに鉱石の光がちょっと薄くなったな。いや、あのロードずっと行ってたらなんか変になるのかな。その先にもっとでけえスライム。あのスライムを利用してここら辺全部開拓してほしいな。お、なんか右めっちゃ光ってるね。これ金？金だ。ほら、淡い光。またかがり火？いやね、レールだ。レールがあるわ。ペアさん、ここなんかレールがあるよ。金鉱石やろ、金鉱石。ドリルが必要だって。ドリル作れるの、やば。
すごっ。ドリルだって。やば。すげえな。よし。面白っ。トロッコ。まあ、ここ覚えとくか。レール敷いて一気に行けるね。いいね、そうしたら。いいね。鈴を大量に作らなあかんの。開通しとくか。右に見えるしな。うん、開通させよう。深淵だ。橋をここで。うん、開通だな。これまだ銅の世界やもんな。オッケー。もう満タン俺もの。やば。やろうか。よっしゃー。爆弾もいらないな。そうしたら火はいるね。火はいるね。もう一回俺鈴取ってくるね。サイヤエンドでないと。ウジ虫の木綿。オーケー。拾えなくて俺に来たんか。もう開通できてなかった橋の続きを。あの木綿、うん、取っとくわ。これ2回で壊れてるからまだあれだね。うん、銅の世界だね、ここは。あ、変な虫がおるぞ。やっちゃうか、あいつ。当たんねえんだけど、あいつ強っ強っ。一発79だったんだけど。よし、戻るぜ。 OK。 じゃあその料理全部スキン取るわ。やば、あいつなんなのあれ。近くでよかった、拠点近くに作って正解。あのデブ虫、やば、ここすごっ。木の根っこやば。あ、強かった。何あいつ、ボスより火力あんじゃん、マジで。深淵の守護神。うっ、やばっ。何こいつ、どんどん進んできてる。え、火をどんどん壊しとる。火を3箇所これしかない、思いつく方法。チェストの中入れとくね。あの虫と戦わないのかもしれんな。あれ明らかに勝てないから、ちょっと戦うのやめよう。虫いいよ。普通ね、強すぎだろ、あいつ。やば。よっしゃ、倒した。倒してゲットしたの、粘液っていうね。うっそー。くっそ、あいつマジで。この地面気持ち悪い。よし、帰ってきたぞ。あれ、全部帰ってきた、ちゃんと。やったー。クソ虫が。ハグなの？工具よね。あ、あの、ピッケルとかだよね。悪くないね。炉か。
何このゾーン、すごっ。え、何これ、もう使えるん、いる、それバックパックちょうだいじゃん。うん、テストよろしく。入ったら拾うわ俺それ。やばここスライム、スライムゾーンやん、スライムの領域ってことか、ここやばすげえな、ここえトラップは いらんかな、大量に、大量だったら欲しいけど。そう、ボスの周りにちょっと敷きまくりたい。1個しか使わんもんね。バックパックはいいね。多分スライムゾーンだろうね。スライムを中心に回っとんかな。スライム5個やもんな。これがこう。広すぎやろ。バックパック作るのに鈴何個いるの？繊維10個もあったんや。家に。ええ。あ、あれ、あれ育てるんか。あ、もう、ウジ虫の木綿が種なんだ、これ。ほんまや。いざや、こっちに。来てもらって。そのままあげるよ、俺。今から戻るわ。おい、やばいやばい、虫だ、すごい、虫の通り道なんか、ここやばめっちゃでかいよ。もうそのでかさどころじゃないよ、もうなんかと思ったわ。あのでかいスライムおるじゃん、真ん中のあれの横幅の3個分。またスライムゾーンや。あの虫倒せるのかな、無理か。いい、回復するんだよな。ここから帰るにはこうか。これは金だね。ここか、ここ掘らなあかんな、うん、よし、お、こっちはもう多分2回で割れるやつかな。うん、指輪装備した ?OK。
取れないんか。あ、なんだこれ、鉄かな。ちょっと拾えないな。どれを、これいらないな。パン食べよう。でもいらないね。壊せない感じ。鉄だよな。うん、鉄鉱石。こういうのでゲットするんかな。そしたら相当レアやな。これはなんだ。墓はいらないと。あ、これは、何これ。遠笛。装備はできないんだな。またなんか、それを捨てよう。粘土の壁もいらない。出ます。爆弾かい。どっからかろう。捨てたやつか。お、来たぞ。よしよし、オッケーオッケーオッケー。手松一個もねえな。ここか、入ってきた。よし、鈴入れるね。あれ、金生成されてんよ。あれがいるんか、より強いやつか。なるほどね。はい、入れた。あ、銅69個もあんじゃん。いや、あ、バックパックもらおうね。あ、指輪1個落とすから。天才、2つつけれるから。よーし、すげえ。鉄鉱石、料理取るね。うん、やったぜ。全部取っていい。オッケー。あとはこんなもんか。取っとこ。歯車はここに置い、金あげます。なんでこんなのあるよ。置いとくね、全部。銅はこの中突っ込めばいいか。鉄か、わかんない。遠笛、何に使うかわからないですね。こんなもんかな。よし、オッケー。罠1個作ってみていい。鈴1個。鈴全部持ってる。あ、鈴の剣？マジで？やった。どの剣持ったん今。あげるよ。はい。どの剣の攻撃力どんぐらいな。うわ、全然違うね。やば。
やば。装備絶対いるな。これ。装備どこで作るの？鈴の。あの鈴の台がいるんか。作ってや。もう多分いけるよ。うん。12個あるから今。そのピケル30、40。これ15から20なの。あ、全然違うな。すげえ。うん。と、鈴のピッケルも1個作ってや。いい。盾がある、うん、牛潰そう。おい、作ってくれな。あ、ピッケルか。オッケー。あざす。パチンコ作っていいよ。ほんまや、パチンコや。すげえ。作れるな。これ金の装備じゃん。違うか、青銅か。銅と鈴か、繊維か。やば。頭だけでプラス12でしょ。今頭プラス8か。プラス4か。パチンコ、作れるのもう一個。じゃあ作ってや。いいよ。ありがとう。アーマープラス4。で、アーマープラス6か。パチンコなんもいらんの？と、飛ばすのになんか。49ダメか。なんぼダメージ？50？ え。よし、じゃあ。言うて俺、鈴の剣やしな。まあ、ちょっと。見てみるか。どうやって撃つんこれ。あ、ほんまや、やったらわかる。すごっ。ちょっとやろうや、もう倒そうや、ボス。うん、いけるわこれ。うん、家の方に逃げないようにしたら。ああ、もう無駄、ダメだな、これ。いけるかもしんない。二人で、そう、あんまり遠く行かないように。わ、そのせいで。ああ、これ戻ったら、これ死ぬな。くあ！ダメだな。俺、パチンコかと思ったら、俺、全開したあいつ。シビアだね。ペラさん、頑張って避けて。うまいから。あ、ブルってる、ブルってる。ブルってる、はまったよ。あ、はまった、はまった。はまった、やった、やった。やった。なんで、はまってんの。ちょ、俺怖くて、あまりしたいかんわ。バグだ。あ、動いた。ネットのせいか。めっちゃ食らってるよ、ダメージ。めっちゃ食らってるよ。あれ？フェリアさん、フェリアさん無敵、フェリアさん無敵。死ぬよね、フェリアさん。ネットのせいでフェリアさんが無敵になったんかな。死ぬ？逃げて。やばい、俺も死ぬ。やだ、俺も死んだ。あ、二人とも死んだら終わり、もしかして。あ、ちょっとだった。あ、行こうか。ポロに行こうか。まあ、バグで倒してもね。なんか、スタックしてたもんね、スタック。動いてなかったもん。取ろう。装備。音、物落としてるから。そう。こっちが、これがフェラーさんのかな。よし。俺ポテトで攻撃しようと、ポテトで。逃げて。ダメだな、これ。無理だね、これ。無理だね。移動ひ、やばい。やばいね、これ。あ、でも、なんとかいける。なんとかいける。やばい。うわあと半分だもん。フェラさん死ぬかもしんない。むずっ。
くっそー、足場が悪いね。どうしよう、なんかいい方法ないかな、足場。いや、意味ないよ、多分。だあいつ動くたびに、新しい、そのね、ぬるぬる出してくるやん。え、まだ生きとん。まだやっとんか。すごっ、回復してきて、じゃあ。ここ二人で。あ、いけるわ、多分いけるわ、多分いける、多分。ちょ、逃げるわ、俺。俺、逃げる専念で。あ、やったやった、逃げるだけならいけるわ。やったやった、これ多分いけるわ。いけるいける、絶対これ、に、やってやってやって、絶対いける。あー、ペルさん頑張って。で、俺すぐ行くから。死んだ？くっそー、あとちょっと後に。くっそー。あー。あとちょっとよ、絶対。パチンコ修理して。いけるいける、いけるいけるいける、絶対いける。あ、物がねえわ。もう修理するあれが。ある。あ、拾いに行くわ、俺。とりあえず拾うわ。拾える？自分の。大丈夫？上？上じゃない？めっちゃ上だよ。ちょっと俺、引きつけるわ、じゃあ。大丈夫？拾える？固まった、なんか。どう？オッケー。うん。俺逃げるわ。俺が、逃げながら時たま攻撃。うわ、死ぬな、俺これ。逃げるの専念するわ。よしよしよし。いやー死んだ。フェラさんも死ぬわ。くっさー、いい方法ねえかな、これ。足場どうにかならんかな。あれ、うぜえ。あれがなかったらめっちゃ楽なんだけど。ぜえ、マジで。死んだ？オッケー。これダメだな。よし。よーし。ああ、そうかもしれん。確かに。よーし、ちょっとスコップで。お、きれいにして。これ、そうしたら、多分いけるよね。徐々に増やしても、俺ら足早いから逃げて、うん。綺麗にする必要あるわ、多分。よっしゃ。倒して。俺、拾ってる。うん。光ってる？多分光ってるのが自分だと思うんだよ。俺、普通に剣で5以上早いんかな。いや、そうしたら、どうしたら、耐えきれないな、攻撃が。多分、鈴の装備にしたら俺らいけるわ。絶対。聖堂か。あと、料理。移動スピードアップするやつ、食べなさい。そうそうそう、ポテト。全然違うわ、足元が。足元が。よーし。やるか。じゃあ。ええ。やるよ。もうちょっと。大丈夫。ここら辺で。うん。よし、行くわ。あ、フェラさんに言ってる？めっちゃ楽。めっちゃ楽。めっちゃ楽だ。やべ、装備壊れた。そう。うわ、怖。いけるいける、絶対いける、絶対いける。これ足場を最初から。マシンガンや、俺ら、マシンガン。やった、いける
やったー、よっしゃ、いけるいけるいける、しゃあ死んだ、やって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 、死ぬなよ、絶対死ぬなよ。いけた、誰か出てきた、立ち会いなかった、お前誰このおっさん、待って俺自分のアイテムを、よっしゃー、話しかけるよ。あ、なんか買える、なんか買える、あ、ポイントだ、待って、あの家にさ、あのめっちゃくちゃめちゃくちゃあるから、あのなんかいらんアイテム、これ開けるよ、取るよ全部、一気に取れないかなこれ、どうやって取るのこれ、あんまりいいもんないよほんまに。いや、あ、シフトボタンだ、よし、赤いらないね、ちょっと俺もあのチェストの中でいらないもの、金の種、金の種、星形の緑のやつ、オッケー、スライムのあれだね、うん、ああ土はないよね、あいつ土売ってないよね。あ、繊維買えるんじゃない、繊維10個いるやろ、あれ、あ、買えない、これ繊維買うんか、繊維買ったんか、コインかこれ、はい、あいつスライムしかいれねえじゃん、売った、俺も繊維、あ、これもう2人共有か、繊維買った、あとはもうこんなもんか、もうこんなもんだね、終わりか、チェストいる、いらないか、あれこれは違うな、じゃあ、あのなスライムのすごいかっこいいチェストあるじゃん、いらん、ここ置いた、変わる変わる変わる、あー、やったね、粘液油、よっしゃ、ここら辺で一回終わりますか、皆さんお疲れ様でした、いやー倒せてよかったわ、おつよっしゃ、チャンネル登録お願いします、はい。